マンモスをあしらったスレドネコリムスクの紋章、スレドネコリムスク、スレッドネクリームスク、サハゴ、ロシア語は、ロシアのサハ共和国北東部にある都市である。ヤクーツクの北東 1485km に位置する。人口は3587人、1989年の国勢調査では4489人であった。コリマ川の中流、川が、 北極海沿いの低地に出るあたりの砂岩に位置し、アンクリンカ川が合流し町を二つに分けている。6から10月に運行可能なコリマ川水系を往来する船舶のための港や、サハ共和国の首都、ヤクーツクなどへ飛ぶ空港がある。現在の産業は、食品製造、燃料備蓄、毛皮動物や、家畜の飼育、川毛の漁業など。1643年、 または1644年にコサックによってヤルマンカの砦と集落が築かれ、1775年にスレドネコリムスクと改名された上で町が創立され、コリマガー地方の中心となった。この地方は毛皮の産地であった一方で極寒の流刑地でもあり、デカブリストの乱の関係者らもこの町に流刑された。19世紀末、 スレドネコリムスクには500人余りが住み、147軒の家、22のテント、12の商店、木造の教会、教会学校と小さな病院があった。住民は漁業や鳥の狩猟、毛皮の採集、キノコや好みの,の採集を行い生活していた。1917年のロシア革命以降に起きたロシア内戦では、この地域は当初白軍が支配したが、 1923年に赤軍が制圧し、ソビエト連邦の一部である、ヤクートソビエト社会主義自治共和国に属した。1930年にはスレドネコムリスク地区が置かれ、コリマ川の水分拠点として整備が進められ、ソ連統治時代に人口は増加した。1990年のロシア共和国による主権国家宣言や1991年の ソビート連邦の崩壊を経て、1992年からスレドネコムリスクは、ロシア連邦に加盟するサハ共和国の町となった。同時期の経済混乱の中、スレドネコムリスクの人口は減少したが、近年ではほぼ横ばいという結果が、ロシアの国勢調査により示されている。2014年7月22日に、ロシア連邦のウラジーミル・プーチン大統領が、 法案に署名し、同年10月26日より、ロシアの時間帯が変更された際、スレドネコムリスクを含むサハ共和国の東部や、サハリン州の北クリル管区において、協定世界時より11時間早い、標準時時間帯が設定され、この町の名前にちなんで、スレドネコリムスク時間と命名された。ロシアの首都モスクワよりは8時間早い時間帯である。 しかし2016年4月24日に、マガダン州の時間帯が変更された際に、それまで廃止されていたマガダン時間が復活し、スレドネコムリスク時間は廃止された。www.srednekolymsk.ru ありがとうございます。